お疲れ様です。ちょっと暗いですね。はい明るくなりました。はい、今日はね X からトレンドに創価学会がね入りまくってるんですよ。まあ、ですんでねそちらの方こう、トレンドに合わせて検索かけてみるとなんかねその創価学会って悪い人の集まりっていう風に見えますねどうやら。うーん、例えばどこだったかな ここですね創価学会の皆様は統一教会と本当に意気投合してるってところがまあ気味の悪さを感じるなぁと思いますねだって統一教会ってあのなんか競技のためにはなんか暗殺しかけたりとかね暗殺じゃなかったですかねまあとにかく会員さんの財産なんか没収したりとかそれから日本人は悪い人みたいな教争様とかいらっしゃったんじゃないですかね でもっともっと税金を上げて日本を戦争ができる国にしようみたいな協議が統一教会にあってそこと仲良くするっていうのはどういうことなのと思いますよ。うん。なんかね会員同士が宗教の枠を超えて仲良くしてんだって言えば、まあ、聞こえはいいんですけどもダメでしょう。<laughs> ダメなことが結構出てきてます。ここののの方方は間違いないな人ですねこの方も創価学会によって えらい被害を受けた方というかね嫌な思いをされた方なんじゃないかなと思いますねまた今度動画の方を取り上げてみようかと思いますけどもで創価学会が統一教会作成の暴力ビラを配っていたらしいと創価学会が統一教会の協力をしていたってことですか統一教会は日本を貶としめて日本をとんでもない国にしようと思っているもう崩壊させようと思っている 組織でしょうんそういうふうに公言されてますよねその下に回って創価学会が用いしするのはどういうことやと創価学会の皆さん統一協会の手下になって楽しいですかって思っちゃいますねこれどういうふうに解釈すればいいんでしょうか詳しい方がいたら教えてくださいでえっと創価学会については官僚から1,000人創価学会の枠で 入るるみみたたいいな特権があでですす外務省の闇ですねだから能力じゃなくってどの宗教団体に入ってるかによって官僚が選ばれてるんで創価学会の人が官僚政治を主導すするってことですかいやそれでもいい世の中になってれば全然いいんですけどもどんどん国民の暮らし苦しくなってますよね何なんでしょうねでここにもあ,ありますけども間違いないの人永井秀和さん 元創価学会員で芸人だった西東京市会議員の永井秀和さん創価学会についていろいろ暴露これ暴露してるみたいなんでね気になったら永井秀和さんの YouTube をご覧になっていただければと思います私もあんまり見てませんこれから見ますねで「英霊が眠る靖国神社を冒涜した国へのこのこ出かける創価学会青年団」え創価学会の方ってやっぱり靖国神社反対なんですかね うん靖国神社になんかね色をつけすぎなんじゃないかなと思いますけどもうんでも靖国神社も一つの宗教施設ですから創価学会というまた別の宗教組織がね別の宗教組織を攻撃するのはまあありえる話かなと思いますよねつまり自分たち以外の宗教が嘘じゃないと自分たちが真実足りえないっていう風な解釈なんでしょうで新疆ウイグル自治区での撮影ということですよね新疆ウイグル自治区って これ弾圧ししてるわけでしょえな何だろうなんか結構闇深いですねこれはねうんかツイッターでここまでああ淡さんだ <laughs> ねえ何な,なんでしょうね創価学会の暴力ビラもだしなんつったって公明党は公式でこれをポストしてるからほんと卑劣どんな公式ポストでしょうか3つの経でわかる共産党ってどんな党汚い実績横取りのハイエナ政党 危険オウムと同じ公安の調査対象。北朝鮮、危険ないとまたわずれな発言。公安委員長、共産党は、各地で殺人事件やあ騒乱事件などを引き起こしました。暴力革命の可能性を否定することなく、現在に至っています。というふうに公明党さんが共、共産党の批判をしているっていうことですか。うん、公明党もでも似たようなもんじゃないですかね、これ。え、公明党と、 公明党のことを言ってるってことでしょうこれ、ね。えどういうこと公明党は、記憶正しいところなんでしょうか危険なところのような気もします。どうなんでしょうか武器輸出三原則。どうなんですかねその創価学会が、創価学会が統一教会作成の暴力ビラを配っているというね。なんで統一教会の協力するのえ創価学会の主張を広げればいいのにね。 うーんなるほどね、まあ、トレンドを見たところによるともう私みたいなね妙な考えが出てくるんでもっともっと別の角度からアプローチしなければならないと思いますけども一体どういうことなんでしょうかねえ池田対策の何を学ぶのですかあ池田大作先生ってのは信者相手に闇金で氷貸しをしていた人っていうのも聞いたことありますね。 えー、口先できれいごと言って行動は真逆の池田対策の何を学ぶものですか池田対策っていう人はやっぱり悪党なんですか悪党のような気がするなええー、池田対策もうダメかなんだ池田対策先生悪い人じゃないですかそもそも <laughs> この人が宗教は全部これか <laughs> うん ダメだな宗教隅から隅までえー、創価学会の皆さん公明党が統一教会とつるんでますよらしいですよ公明党とつ統一教会がつるんでいることを創価学会の皆さん容認してるんですかそれとも知らぬ存ぜるんでしょうか創価学会が終わってるのかこれはえ創価学会が悪い組織なのかなで創価学会の原田会長の弟が 何とかの社長ですよ。とんでもない人ですね。え本当だ。一番悪い人、ここにいますね。なんで、こう、人の幸せを願う人がいないんでしょうか。公明党、どうなっちゃってるの、まあ、ひどい話だね。あなんか、今回のツイッターをこうやって見てみると、証拠付きで、 創価学会や公明党のなんか悪らつさが <laughs> 浮き彫りになって私もちょっとね信じ難いところがありますけどもどうですか皆さんこういうもんなんですか公明党引いた創価学会ってのはへえんでしょうねこの私の動画があ何尾崎豊26歳死去創価学会がやったのかあり得るなこれは ええー。麻薬密輸。武器密輸。そんなこともしたな、創価学会。創価学会の信者のほとんどは真実を知らず神の意志と思わされ、善意で尽くしている被害者と理解する。ああ、そうかそうか。創価学会の皆さんはこう被害者なんですね、うん。あんまり創価学会について明るい話題がないですね。あ、また、翼の党の例の黒川さんが言ってますね。池田大作は。 汚れ仕事ばかりやってると。<laughs> 池田対策ダメだな。<laughs> 本当に、いい人かと思っちゃったよ。はい。じゃあ、最後はね、お口直しに、このイラストを見てくださいということで、今回以上です。ちょっと長くなっちゃってすいません。結論、池田対策先生は、なんか、悪い人に見えてきました。<laughs> じゃあ、お疲れ様です。